った。ほんで、例えばな。例えばですね、こうやったら。ここに、ね、栗本薫祭壇があるでしょ。真ん中はうちの描いたイラストですよ。ね。こんなんもだからもう、魔術書ですよ。そもそもグリーンサーガなんてね。これね。わかる？あれ魔術書ってわからんかな？グールとか出てくるでしょ。ね、マジ、ちゃんと描写できてるんですよ、グールを。まあ、あれは霊体がね、ホコリとか、チリとか、まあ、ダニとか集めて、あたかも生き物のように動く現象のことなんですけどね、実はね。で、まあ、吸血鬼みたいな、その、パワー吸っちゃうぞ、効果はあるね。それも、まあ、グール。いきなり書いてある、グール。まあ、土葬の国では、そのグールは濃かったでしょうね。日本みたいな仮想がメインの国では、グールなんて薄いですけどね。ただ、点々にしか見えないでしょうけど。で、あの、宮崎アニメでもそういったグールは、アニメじゃないな、漫画の方でね、風の谷のナウシカの漫画の方で、やっぱり点々で書いてるでしょ、そういったもの。ところが、土葬メインの国では、本当に国元小説で出てくるような濃いグールがおるはずやね。実は。魔術書ですよ、十分、ウィンサーガは。でも何もかも魔術書ですかっていうのは置いといて。例えば、こういう、魔術師ですよ、とかね。こういう、クトゥル置いてもいい。この人は平気かどうか。まあまあ、安倍一族ですからね。ね。あ、ごめんなさい、指さして。で、じゃあ、こんなにクトゥル関係置いて大丈夫なんですかって言うけど、大丈夫な置き方してんの。そんなになんか物歩いてるか？これ置いてからめっちゃ治安定してんのよ。めっちゃ、なんていうか、地球安定してんのよ。え、クトゥル置いて安定すんのって。どうやってって知りたいか不思議やろ。別に安定してるやろ。まあ、うちの祭壇のね、あの、作り方がすごい安定を求めてるからやんか。な？特定の美味しい効果求めてるわけじゃないね。なんか美味しい効果がぐちゃぐちゃになってんの、ほどいてんね、交通整理してん。だからしょっちゅう場所変えなかんねん。な？だから職人たちが仲悪いのにかけまくってんやろ、互いに。で、特別な効果求めてんやろ。うちの、こういうタリスマンの作り方、特別な効果を消す配置してんね、実は。せっかく特別な効果狙ってたのにやめてな。もうむちゃくちゃになるからな。今のままでええから、片付けんでええから。うちで調整してるから。それでいいでしょ、みんな。互いに掛け合ってんねんから。どっか一見調整せなあかんねん。で、うちのいろいろ、いろんな場所に意外な祭壇があるけど、それはね、よく図書館なんかね、一個だけ、その、背拍子じゃなくて、あの、表拍子見せてる、はい、置き方してる、あるでしょ。まあ、これなんですよね、表。例えば、これ、まあ、バリバリ密教の前けどね、こうやって表向けてるでしょ。これも神道のムック。ね。表向けてるでしょ。まあ、こんなのが祭壇なんですよ、実は。これが祭壇なんですよ。本棚にとっては、ね。じゃあ、バラすんですよ、だからうちの祭壇の作り方は。例えば、ウイスキーの、サントリーの佐治敬三さんに関する書物も祭壇があり、で、ちょっと前は、松下幸之助祭壇があって、で、実際、記念の松下グラスがあったし、で、サントリー祭壇には佐治敬三さんに関する本と、で、トリスの空瓶などが置いてあるわけ。それで祭壇の体裁整えてる。バランスいいね。なんでって。うん、蒸留酒置いてるからやんか。な。バランスよく祭壇作ってるかな。で、軍人関係の祭壇も作ってるでしょ。政治家の祭壇も作ってるでしょ。非常にバランスいいね。偏ってへんねん。分野が、ジャンルが。だから安定効果があんねんで。だから こんなんは、あの、なんでオープンにしたかって、特別な美味しい効果狙ってない配置をしてますよっていうのは、むしろオープンにすべきでしょ、そういうことは。ね。あとは方角だけの問題ですやんか。ね。一切の美味しいこれなんか、美味しいこれか、の配置なんか一個もないからな。だから堂々の公開してんねん、実は。な。だから、うちのになんか因縁つけても、みんななんかどれかになんか因縁つけてるから、一向に美味しないやろ。美味しさ狙いの因縁つけの期待を全部片すかしっていうか、むしろ五行循環させてしまったらぜ。いろんな欲望の5種類の欲望のタイプがあるとしたら。あるいは7なら7種類の欲望のタイプの循環。7房星ってあるでしょ？ね。じゃあ、まあ、7房星循環がタロット21なんちゃうの？ね、7×3 やから。7の場合は ×3 するのか。5の場合は ×2 するねんな、10。え、10にもあって。6は循環せんへんねん。実は、偶数は循環せんへんねん。奇数元素論が循環する。5行や7房星。で、3は動車。
ピッタカパバラタ、これはブラフマ、ビシュヌシバの三循環だし、で反対側なんですかと六芒星なんだけど、正妻それぞれの奥様ね、サラスバティ、ラクシミ、アラクシミね、でパールバティで六芒星なわけやんか。で男は男で女は女で循環という形やね。それが上にある下にあるなんですね、六芒星の、ね、でこのぐらいまで言ってもう大丈夫。じゃあなんで、偶数は循環しないか。つまり、4エレメンツは偶数でしょ？循環せえへんねん。あれは4種類の職人のタイプについて述べてるわけ。偶数元素論ってそんなんやねん、大体。ね、だから、八角形も循環するように見て循環せえへんねん。実は、ね。じゃあ、八景っていうのは循環するんですかって、みんなが知ってるような循環じゃないよね。八景は循環しないんですかって言ったら、説明やから自然のね。じゃあ、必ずその順番に回転するんですかじゃないから。ね。剣だり心臓肝臓今度順番にぐるぐる回ってるわけじゃないからやね。ね。こっちからズドーン。で、ダン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 。な。あ、ちょっと八景の、まあいいか。発見の使い方みたいな感じでしたよね、今。ごめんちゃい。だから、そんな感じで発見もしっかり勉強してください。ね。そうしたら、ちゃんと今みたいなんで波動変えれるからね。でしょ？ちゃんと分かってるからっていうか、もうどんだけ自益教授触ったかっていうのは、教えない。大変やとかなってしまう。でも言いたくない。かっちょ悪いもの。かっこ悪いんですよ。うちの修行時代は。これで十分でしょ。もう言えませんって。あまり恥ずかしくてって。嫌になるか、自分のこの赤く染まってるほっぺたがかっこ悪いから。もうダサいから。修行時代。魔術師の弟子時代みたいな。どうやったらやろな。魔法修行時代ほどかっこ悪いものなくて。もうそれ自分、もうこんな、騒論で自分でしょ。うちの格好言わさんといて。みんなもそうやからどうせ。魔術師同士が集まって、魔女もね、おって、で、昔のバカ話はいいけど、魔術師と魔女が同じ店で、魔女が少数で、魔術師たくさんって、やばいからそんなとこ行かへん。当たり前やろ。身の危険があるよ、そんなとこ。だから、そういうことなんです。で、ドライバーに変えたんでしょ、のび太が。分かった、右足から先に出したのは左足で、じゃ、なんだっけ。とにかく一歩踏み出さないと、二歩目がないやんか。だから一歩目は失敗していいんだと。二歩目で、そのフォローしてるんだからって、のび太が言ってたでしょ、どっかで。ね。それと一緒で、その奇数じゃないと一歩目が出えへんねん。偶数では一歩目出されへんねん。奇数だけが一歩目を出せるんですよね。奇数元素論だけが。だから、循環するんですよ。一歩目があるから二歩目でフォローする。だから、その繰り返して三歩目、四歩目、循環していくわけ。このぐらいまで言っていいので、ここで、ピタリンさん。